シニアによるシニアのためのシニアチャンネル永遠のセブンティー、ゆうすげです。今回はゆうすげが18年前からやっています四国遊び遍路76番から82番を打ちました、そのお話をお届けします。4月26日、3年ぶりの区切り遍路の再開です。途中お会いした当主の歩き遍路さんに、初めて会いましたねと声をかけられました。はい、区切り遍路で途中から入りました。それでね、初めてお会いしたわけかと、歩き遍路ですかとも聞かれました。即答できませんでした。そうですとも違いますとも言えない。これまではほぼほぼ歩き遍路でしたが、これからはそうではないからです。私のお遍路は18年前にお花見を兼ねてスタートしました。春のお彼岸限定の区切り打ちで、途中介護、母の介護や娘の出産、本人が体調を崩してしまったこともありました。さて、女二人連れはおしゃべりばかり、口が動くほど足は動きません。一人だと先の不安が先に立つ。もう今日もさささと終わらせて、とにかく先へ進んでおこうと気がせくばかり。そこが二人だとなんとかなるわと気楽になる。それが一番ありがたい。落ち着いてゆっくりと丁寧に農協ができました。歩き遍路できることは幸せなこと。体はヘロヘロになっていても魂は喜んでいることがわかります。どこで倒れてもいいようにね、白い装束、これはね、死に装束なんですけど、それを着ているけれど、もう最初からは無理しないと決めて家を出てきています。今回は山登りもあります。さて、どうなりましたでしょうか。では第76番札所金蔵寺からです。朝大阪を出まして、お昼1時ごろに駅に着きます。1時間ほど歩いて到着。歩き始めはいつもしんどい。まずは最初の札所に着くと本当にホッとします。1週間前までの天気予報では全日程が雨だったのですが、この日の夕方からは雨になっているのですが、まだ降っていません。だから時間がありません。ちょうど緩やかな下りだったので、5キロの行程を1時間のハイペースで飛ばしました。第77番札所道隆寺、3時4時前に着きました。もう今日はこれで打ち止め。雨は5時からということで、あまり無理せず丸亀泊まりとしてお宿も確保しました。ほっとしたらつい気が緩んで長居してしまい、これが後で大きく響いてくることになるのです。相棒はかわいそうに初めての歩き遍路で雨の洗礼を受けることになりました。途中でセブンイレブンで雨宿りしたりとかしてね、美味しいコーヒーを飲んだり、それもまた良くなかったんでしょうね。本格的な土砂降りとなってしまいます。さあ、6時にゲストハウスウェルカメに到着しました。オーナーの親切で丁寧で長めのチェックイン、どうやら名物らしいです。とにかく乾いたタオルがありがたい。そして2人で5,000円、シャワー共同トイレだけれど改装したところなのかな。とっても綺麗で清潔で居心地満点。オーナーのおすすめの居酒屋さんにも連れてってくださいました。雨でなければレトロな銭湯にも案内してもらえるところだったのに、残念。ここはおすすめの宿です。はい、朝7時に出発しました。
オーナーのおすすめの6時半から営業しているうどん屋さんで朝食をとりました。がっつり食べてます。はい、78番札所豪昌寺です。とにかく境内がきれいに手入れされていて本当に気持ちいいです。さあ、いい感じで出発しました。長い長い街の中を歩き続けて疲れてきます。シールを探しながらね、ここが遍路道ですっていうね、ちっちゃなちっちゃなシールがあるんですけれど、それを見落とすとね、道、迷ってしまいます。しっかり見ながら歩きます。遍路道にあると車に気を使わなくていいのが一番ホッとしますね。イオンを過ぎて目指す JR 線を渡る踏切、この辺りの踏切はとにかく長い。電車は遥か向こうなのに早々と下ろしてしまいます。思わず石の上に、ね、道端の石の上に腰を下ろしてました。町の中には休憩する場所がずっとなかったのですよね。そして11時、番外霊場、八十八の水に着きます。ところてんの文字に誘われるのは、これも足方がないことですよね。このかわいいぷくぷくのお菓子、これ香川のお土産物名物みたいですよ。はい、79番札所天王寺です。面白いね、お寺でした。とにかく白峰宮、お宮さんの中に、鳥居の中にあるお寺なんですよね。でなかなかね、見つけにくくてうろうろしてしまいました。あ、これが鳥居です。三輪鳥居で日本に3つしかないそうです。そしてちょうどお昼、天王寺を出発します。お昼を食べるところがない、足も休めたいのに。十字号線沿いに行くとうどん屋さんがいくらもあるんだけれど、私たちはコーヒーが飲みたい。やっと見つけたカフェで昼食をとりました。もう 2時前。今日はもう80番で打ち止めかな。本当はね、81番の手前まで行きたかったんですけれど、古くからある遍路宿の恵比寿屋さんに電話を入れて OK でした。さあ、3時半に着いちゃいました。10年前だったらもう一家事進めているところだけれど、無理できませんよね。はい、第80番札所、国分寺です。農協を済ませて、ゆっくりさせていただきました。恵比寿屋さんのお接待はお洗濯です。下着も全部出すようにって言われます。普通なら遠慮します。ところが遠慮してはいけない、そういう気にさせるのがこちらのおかみさん。おかみさんはお遍路さんのお母さんやな。ご飯を食べてお部屋に戻ったら、乾いた洗濯物が置いてありました。ありがたいことこの上ないです。夕食の時も朝食の時も遍路道の説明をしてくださいました。そのままに歩いたらすべてうまくいっていました。ありがたい。また来たくなるお宿です。最終日、6時40分恵比寿屋出発。20分ほどで山道に取り付く。散々脅かされた遍路転がしという難所はどうやら難なく通過したらしい。後でわかります。第81番札所白峰寺、山の木が澄み渡っていました。シャクナゲが新緑に絵も言えずに美しく生えていました。10時出発。遍路道をしばらく戻ります。イノシシがどれぐらい暴れてるんやろうというぐらい道が掘り返されて荒れています。こんなとこ一人では歩けない。もう女二人でも怖い。なのになぜか守られているっていう感覚があるんですよね。これがね、お遍路の醍醐味なんですよね。
だって私たちは二人ではなかったのですよね。当然あの方がご一緒しています。潮汐を数えながら歩きます。小さなプロセスを超えていきます。まるで瞑想するようだと思います。11時半、19丁の休憩場で無人お接待所のお茶館をいただく。ひんやりとして甘露だった。12時、オレンジパーク休憩所の茶店で昼食して、12時半には出発をしました。83番一宮寺へ向けて下山道への分岐で九段の自由なお遍路さんと再会。高野山へのお礼参りの交通情報を、いろいろと聞かれてしばし歓談しました。アップダウンが激しい道だとおぞかされますが、寝頃時には難なく到着が、さて山門入って一瞬ひるみます。まずはドンと一旦は階段を下って、それからドーンと上がる階段が待っていました。これを言っていたのかと納得。別れ際にアップダウンがあるからねと念を押すように含むように言っていたのは、おふざけでもなく自分、ご自身もひるんだのだろうなと。今は無事決断されたことでしょう。お疲れ様でした。第82番札所寝頃寺。大きなわらじと仁王様に迎えられました。山の中の清冽な空気が立ち去りがたくさせます。回廊のある本堂ではこの度の打ち止めでなんとか歩けたことへの感謝を込めてしっかりと納経しました。まず一緒に歩いてくれた相棒ミキティには心から感謝しています。ありがとうね。お遍路の魅力を感じてくれたようで嬉しいです。どうかこれからもよろしくね。今日中に帰還するためタクシーで下山しました。高松から難波行き高速バスがとても便利です。3500円、一人3500円で帰ってこれます。あっという間に日常に帰還していました。今回は最後の下りで苦しまなかった分、帰ってからの筋肉痛もなく、すでに膝も復活している。こういうやり方もあるのだと、完全には歩けない自分を許しました。それでもね、まだまだ歩けている自分に満たされています。今回はまたすぐにお四国には戻るということもあって、帰ってきてから陥るやさぐれ感はありません。やっぱりお遍路はいいわ。やめられません。私のお遍路は遊び遍路なので、寄り道だらけですが、今日も私のお遊びにお付き合いくださいましてありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。また続きをお楽しみに。ごきげんよう。